おとせおとせ。明治10年9月7日は、幕末期の寺田屋のお神である、大御国大津で旅館を経営していた、大本十兵衛の次女として生まれた。18歳で、伏見南浜の船宿である寺田屋の第6代目主人寺田屋伊助の妻となり、和夫次女を設けた。夫伊助は放灯者で、経営を悪化させたので、おとせが代わりに、寺田屋の経営を取り仕切り、 姑の面倒も見ていた。伊助は病に倒れて35歳で若死にしたが、落とせはそのまま女将として、家業を続けた。寺田屋は、薩摩藩の常宿であり、文久2年には、寺田屋騒動が起きて、薩摩藩士が切り合いを行った際には、落とせもその場にいて3歳の次女をへっついに隠して、帳場を守った。事件後、薩摩藩からの見舞金が入り、 使用人に命じて即座に畳や襖を取り替えて、営業できるように整えたという。おとせは、人の世話をすることを道楽としており、坂本龍馬をはじめとする幕府から睨まれていた、尊老上位派の志士たちを保護した。龍馬に託されたお竜は、養女として扱い、お竜の母に仕送りまでしていた。慶応2年1月24日、寺田屋に滞在していた龍馬と、三好新三が、 伏見奉行によって襲撃され、捕らえられそうなったことがあり、薩摩藩と伏見奉行との間で圧力が生まれ、薩摩川の落とせも、幕府から目をつけられて、危険人物とみなされて牢に入れられかけたこともある。明治十年、死去。墓所は、寺田屋にほど近い伏見松林院。龍馬が彼女に宛てた手紙の多くは、彼女に、頼み事や、泣きそうを聞いてもらうようなものが多いことで知られる。 映画テレビドラマ舞台、ありがとうございます。